新潟市東総合スポーツセンターで行われた春高バレー県予選決勝。男子は2年ぶりの優勝を目指す第1シードの東京学館新潟と、連覇を目指す第2シードの上越総合技術が対戦しました。第1セットは県総体のリベンジを狙う上越総合技術がエースでキャプテンの松木を中心に得点を重ねます。拾って前山から松木、打ち抜いていきました。12対11。一方、学館もエース水木が躍動。さあ、東京学館水木が、ああ素晴らしい、コートの奥へ貫きました。第1セットから試合は白熱した展開となります。両チーム得点を20点に乗せて試合はシーソーゲームに。ここで抜け出したのが学館でした。拾います、西島、今度は相田だ、相田が決めていった。上越総合技術も土壇場で粘りますが、学館が第1セットを奪います。第2セットも序盤は拮抗した展開となりますが、徐々に学館ペースに。チャンスボール、中央から決めていった。今度は中央から小林。上越総合技術も松木にボールを集めて食らいつきますが、第2セットも学館が25対21で制します。第3セット、後がない上越総合技術ですが、自力で勝る学館に徐々に点差をつけられ、相手から坪谷拾います。東京学館新潟、これで2年ぶりの春高への切符を手にしました。学館が3対0のストレート勝ちで去年のリベンジを果たし、2年ぶりの春高出場を決めました。去年この春高予選で負けて、当時の3年生を春高に連れて行けずに悔しい思いをしたので、この最高の仲間と一緒に春高に行って戦えることがとても嬉しいです。全国制覇を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。一方、女子は去年4連覇が途切れリベンジに燃える長岡商業と、連覇を狙う新潟中央の一戦に。3連続の同じカードとなった決勝は、お互いの意地がぶつかります。第1セット、長岡商業はセッターでキャプテンの富山杏奈が2年生アタッカーをうまく生かし得点を重ねていきます。一方の新潟中央、一時は7点差をつけられますが、ここから一挙5連続ポイントで追い上げます。20対17。さあ、ここもブロックです。しかし最後は長岡商業の2年生加納のスパイクが決まり、長岡商業が第1セットを奪います。そして第2セットはまさに死闘に。先に20点に乗せたのは新潟中央でした。拾って櫻井、小田島です。エース小田島が躍動し、24対22でセットポイントを奪います。しかしこの土壇場で長岡商業が意地を見せ、連続ポイントで同点に追いつきます。ここからはまさに一進一退の攻防。長岡商業がセットポイントを奪えば、ブロック疲れていました、落とした新潟中央が追いつき、新潟中央がセットポイントを奪えば長岡商業が追いつく展開。この大接戦を制したのは、遠藤から、ここで返しました。ブロック決まっています。29対27。死闘第2セットは長岡商業。第2セットを制した長岡商業は勢いそのままに第3セットを圧倒。ポイントは長岡商業、長い長いラリーの末に2年ぶりの優勝を決めました。新潟中央をストレートで下し、女王の座を奪還。
2年ぶりの春高出場を決めました。去年の春高予選の悔しさから、みんな必死にやってきて、保護者の 方々やそのたくさんの方に支えられて、これまでやってきたので勝つことができて嬉しいです。インターハイではベスト16で終わってしまったので、なんとかベスト8以上に行けるように、また全員バレーで戦っていきたいと思います。